結婚してから、一致は夫のために、毎日料理を作り続けてきた。しかし夫は、味が違うと文句をつけ、トメに料理を習ってほしいと言い出した。仕方なくトメに、夫が好きなスペアリブの作り方を聞くが、トメは他人には教えられないと意地悪を言う始末。頭に来た一致はことめなら知っているだろうと、レシピを聞くことにしたのだが、秘伝のタレと聞いた途端、ことめは爆笑し、義実家の秘密を教えてくれたのだった。夫好みの料理の味付けを隠すシュートめ。義妹が爆笑でレシピを教えてくれた結果。ちょっと聞きたいんだけど、家の味ってそんなに違うもの？夫からスペアリブの味付けが、トメと違うって、ずっと言われてて、結構へこんでいるんだ。スペアリブ？あの甘じょっぱくて柔らかい骨付き肉に、そんなにレシピの違いなんてあるんか？アメリカとかなら、スペアリブに、それぞれの家の味があるかもしれないけど。日本の家庭で作るスペアリブに、味の違いなんてあるのかな？案外トメが、変なアレンジしてるだけじゃないの？食べてみた感じでは、アレンジはしていないと思う。どこかで食べたことのある、誰でもスペアリブだって思うような味付けだった。なのに夫は絶賛してやまない。母さんのスペアリブは最高だよな。後を引くっていうか、何本食べても、また食べたくなるんだよね。と、夫は義実家に行くたびに褒め、トメをご機嫌にさせていた。まあ、実家の味が特別美味しく感じられるのは、私にもわからないでもない。私だって、実家の母が作るちらし寿司は、どこの店にだって負けないと思っている口だ。だから、トメと夫が笑い合っていても、別になんとも思わず放っておいた。風向きが変わってきたのは、夫が最近、しきりにトメの味を見習えと言い始めてから。夫は長距離トラックドライバーなので、力仕事をするためか、塩分の多い。濃い味付けが好きなのだが、私は料理するとき、夫の体のことを考え、常に塩分控えめで作っている。夫の最近の健康診断結果もあまり良くなかったので、弁当に揚げ物などを入れないようにしていたら、反動でトメの濃い、こってりした味付け料理が、恋しくなってしまったようなのだ。でも仕事途中に実家に立ち寄るわけにもいかず、悩んだ夫は、なんと私にトメのところに行って、秘伝のスペアリブの味付けを、教えてもらえと言い出した。家で母さんのスペアリブが食べられたら最高だろ？頼むよ一致、母さんに作り方教わってきてくれよ。私は顔をしかめた。家でもスペアリブ作れるし、作ってるじゃん。義実家にお邪魔した時何度かいただいたけど、正直そんなに違いがあるとは思えないんだよね。が、この言い方が夫の勘に触ったらしい。そりゃ一致の作るのも美味しいけど、母さんはもっと料理上手だからさ。なんというか、ランクが上なんだよな。俺としては、もっと同じっぽく作ってほしいわけよ。と、私の神経を魚でしてくる夫。でも具体的な味付けを聞くと、口で説明するのは難しいから。トメに聞いてくれというだけで、なおさら頭にくる。母さんもいつまで生きてくれるかわからないし、ボケちゃったらもう教わることもできないんだぞ。今のうちに作り方を覚えてくれよ。俺の嫁ならそれぐらいしてくれたっていいだろ？減塩料理が体のためだとわかっていても、夫が不満なのはわかっていたので、私は仕方なく折れることにした。いつも上から目線で、微妙に私を敵視するトメと、あまり二人きりで会話したくないが仕方がない。次の休日、私は義実家に一人で赴いたのだが、あらそう、息子ちゃんが、私に料理を教えてもらえって言ったの？息子ちゃんは、やっぱりうちのご飯が、一番好きなのよねー。と、両向きを伝えた私に鼻高々なトメ。私は少しムカッとしたが、それをこらえ、笑顔で下手に出ることにした。早くレシピを教えてもらって、居心地のいい自宅に帰りたかったからだ。そうなんですよ。夫くん、トメさんのスペアリブが好きで、しょうがないらしくて。お手数ですが、調味料の分量とか、教えていただけますか？けれどトメは意地悪だった。いやだわ、一致さんっては、あんな簡単なもののできないの？結婚するときに、お料理できるって言ってたけど、結局その程度なのね。いえ、スペアリブ自体は作れます。けど味付けが、なんか違うらしくて。嫌味と気づかず、私は馬鹿正直に返事してしまった。するとトメは私を見て、せせら笑った。なんか違う、ねえ。そんなぼんやりした舌だから、丸いお料理しか作れないんじゃないの？ありおんちな人はほんと、ダメねえ。カチンときたが、夫のためだからと我慢し、再度レシピをねだってみたのだが。あのスペアリブは、分量なんか測らなくても、私は上手に作れるの。適当に作っても美味しいから、きっと舌が覚えているのね。
それにこの味は我が家の秘伝なんだから、他人には教えられないわねー。悪いけど。今度息子ちゃんが来た時に作ってあげるから、自分の舌で覚えなさいな。もっとも、あなたのまかじたら、何年もかかっちゃうかもしれないけどね。うっす。これでも食べて、舌の訓練でもしなさい、と味付けの濃そうな煮物をタッパで持たされ。私は義実家から定欲を追い払われてしまった。ムカムカしながら家に戻り、トメの言ったことを、憤りながら夫に告げたのだが、なんと夫はトメの肩を持ったのだ。ああそうか、秘伝のレシピなら、他人の一致に母さんが教えたくないのもわかるよ。仕方ない、母さんの言う通り、今度行った時、食べて味を覚えてくれよ。舌で覚えろって、どっかのグルメ漫画の主人公じゃないのよ。何がタレに使われているかなんて、わかるわけないじゃない。けれど夫はやれやれ、というような顔をしていった。一致は市販の調味料を使いすぎなんだよ。母さん、煮物とか作る時にも、醤油とかあまり使わないって言ってたぜ。出汁を丁寧に取るだけで、和食は美味しくなるんだってさ。一致も少し母さんを見習って、なんとかの元を買うのをやめてみれば？料理をしないくせに、下り顔で言う夫を、引っ叩きたくなったがこらえた。共働きの私は実際、料理時間を短縮するため、麺つゆなどの便利な調味料を使っているからだ。トメがよこした真っ黒な煮物を食べても、出汁の味などしなかったが、夫がそう言うのなら、トメは市販調味料に頼らず、味付けをしているのかもしれない。次に義実家に行った時、台所をちょっと見せてもらえないか言ってみよう。そう気持ちを切り替え、私は次の休みに、義実家を訪問したのだが、まさかトメにあれほどバカにされるとは、思いもしなかった。息子ちゃんよく来たわねー。待ってたのよ。あら、一致さんも来たの？どう？料理は上達した？出会い頭の一言にイラッとしたものの、私は笑顔を貼り付けて義実家に入った。夫がウキウキしながら。母さん、電話で頼んだ通り、一致に自慢のスペアリブ食べさせてやってくれよ。一致、ちゃんと味わって食べろよな。と、言うと、トメがにんまり笑って言った。あらー、まだ一致さん、このスペアリブの作り方がわからないの？実は料理ベタだったりして。息子ちゃんのためにたくさん仕込んでおいたわ。家に帰ったら、また当分食べられないでしょうから、今日はお腹いっぱい食べていってねー。私がバカにされているのに、夫は気にも留めず、楽しみだなぁ、などと言っているだけ。気落ちしながらも、当初の目的を思い出した私は、トメさんよかったら、キッチンを見せていただけませんか？と、丁寧に頼んでみたのだが、トメはにべもなく断ってきたのだ。ダメよ。台所は私の聖域なの。一致さんになって入らせはしないわ。いいから座って、料理ができるのを待っていなさい。ちょっと焦ったのか、早口で言うとめに、変だなと思ったものの、仕方なく待つことに。そして出てきた大量のスペアリブ。夫はうまいうまいと舌鼓を打ちながら食べているが、正直私は、自分の作ったものの方が、甘さが控えめで美味しいと感じていた。でもこってり味が好きな夫の口に、このスペアリブが合うのはわかる。体にあまり良くないけど、味を濃くして作るか、とため息をつきながら食べていると、トメが、得意げな顔で言ってきた。こんな簡単なスペアリブも作れないんや、まだうちの嫁と認めるわけにはいかないわね。息子ちゃんに捨てられたくなかったら、頑張って料理の腕を磨きなさい。いいわね。夫も尻馬に乗って、そうだぞ一致、などと言う。私はやり場のない怒りを抱え、口を閉じているしかなかった。うわぁ、人ごとながらムカつくわ。なんでトメって我が家の味にこだわるくせに、嫁には教えようとしないんだろうね。教えて、自分よりうまく作られたら、立つ瀬がないからでしょ。旦那もなんで一致にこんなこと言っちゃうかな。デリカシーなさすぎ。夫の好物のスペアリブを作ろうとしても、意地悪してレシピを教えようとしないトメ。夫もそんなトメの肩を持ち、味音痴と一致を責めてくる。困った一致は、コトメならスペアリブのレシピを、知っているかもと考え、連絡してみることに。けれど一致の相談を聞いたコトメは、なぜか大爆笑した後、義実家の秘密をこっそり教えてくれたのだった。義実家から帰った後、夫にせがまれ、いやいやながらも何度か私はスペアリブを作った。けれど夫は首をひねりながら、これじゃないんだよ。何か違うんだよな、母さんの味と。というだけ。市販調味料ばかり使っているせいで、味音痴になったんじゃないか、などとからかわれ。私はかなり落ち込んでいた。毎日料理を作るのも嫌になってきたある日、海外に住むことめから久しぶりに電話があった。
イッチさん、久しぶり。来週から2週間ほど休暇で帰国するの。美味しい和食でも一緒に食べに行かない？琴音は私の一つ下で、旅行会社に勤めている。現在はアメリカの支社で、バリバリ働いているキャリアウーマンだが、なぜか私と馬が合い、帰国するたびに、二人でグルメツアーなどをしていた。そうだ、彼女になら琴音もレシピを教えているかも。ふと気づいた私は、恐る恐る琴音に、スペアリブのレシピについて聞いてみた。秘伝のレシピだから教えられないって、断られたら辛いな。と思っていたのだが、琴音の答えは、何それ？という一言だけ。何それって、あの琴音さんご自慢の、スペアリブのレシピですよ。夫くんが好きで教えてもらえって言うから、琴音さんに習いに行ったんですが、秘伝の味付けだから他人には教えられないって、言われちゃって。秘伝？だからイッチさんには教えられないって、母さんが言ったの？ウケるー。電話口で琴音が笑い出したのが分かった。そんなに面白いこと、言ったつもりないんだけど、と私が愚然としていると、琴音が。ごめんごめん、イッチさんを笑ったんじゃないの。そっか、そんなこと言われちゃったのね。大丈夫、気にしなくていいよ。だってね。と、笑いをこらえながら教えてくれた内容に、私は呆れてしまったのだった。そして琴音が帰国した最初の休日、私は夫にねだり、義実家に行くことにした。へえ、イッチからそう言ってくれて嬉しいよ。母さんに電話しとくな。私の企みも知らず、夫はいそいそと琴音に電話している。これからどんな目に遭うかも知らずに、バカめ。義実家に到着すると、琴音が満面の笑みで出迎えてくれた。もちろん笑みを向けているのは、息子である夫にだけ。私にはいつも通り、ニヤニヤしながら。どう？少しは料理上達した？などと、嫌みったらしく聞いてくる琴音。普段ならカチンと来て、そっけなく受け答えする私だが、今日は違う。私は笑顔を作り、わざと琴音を持ち上げるように、おべっかを使ってやった。頑張っているんですが、琴音さんの息には、なかなか達しませんね。琴音さんのスペアリブを食べたいって、今日も夫くんが言って聞かなくて。私では作れない味なので、どうかスペアリブをご馳走していただけますか？すっかり機嫌を良くした琴音だが、それでも私への嫌味は忘れない。まあ、そんなおべっか使っても、秘伝のタレの秘密は教えないわよ。イッチさんの料理も売れりゃ、教えても無駄になるし。息子ちゃんの胃袋のためにも、もっと頑張って腕と舌を鍛えなさいな。そうだぞ、という夫のヤジは聞き流し、スペアリブが出来上がる頃合いを見て、私は決めていた合図をスマホから送った。これこれ、この味だよ。うまいなぁ、たまらないよ、母さん。と、トメのスペアリブに早速手を伸ばし、口いっぱい頬張る夫。トメはニコニコしながら夫の食べる様を眺めている。一方私は、全く手をつけなかった。単に味付けが濃くて食べる気がしなかっただけだが、気づいた夫が、余計なことを言ったのだ。イッチ、母さんの方が料理上手だからって、ひがむなよ。大丈夫、イッチも頑張れば、そのうち母さんみたいになれるって。ムッとして言い返そうとしたとき、笑いを含んだ声が当たりに響いた。料理上手って誰のこと？イッチさんがお母さんみたいになったら、きっと困るのはお兄ちゃんだよ。会話に割り込んできたのは、音もなく玄関から入ってきた琴音だった。私のスマホの合図で、タイミングよく入ってきてくれたのだ。あれ、日本に戻ってきてたのか。それならそうと、知らせてくれよ。久しぶりだなぁ、元気だったか？と、驚きながらも喜ぶ夫。琴音はというと、驚き喜びながらも、どこか警戒している様子だった。お兄ちゃんもイッチさんの手料理のおかげで、少しスリムになったんじゃない？よかったねー、料理上手なお嫁さんもらえて。と、からかう琴音。でも夫は、さっきまでの会話を思い出したのか。イッチの料理もうまいけどなー、やっぱり母さんの味と違うんだよ。母さんはうんと料理上手だから仕方ないけどさ。このスペアリブの味だって秘伝だそうだし、きっと隠し味とかがたくさん使われてるんだろ。そういえばお前は、母さんから作り方聞いて。と、琴音に聞きかけたのだが、それを唐突に琴音が遮った。そんなことより、娘ちゃん、よく来たわね。日本には何日ぐらいいられるの？微妙に焦ったような顔をしている琴音。私はその理由を知っていた。だからわざと、のんびりした口調で言ってやった。琴音さん、琴音さんは2週間のお休みですって。その間、琴音さんに私、料理を教わろうかしら？だって実の娘になら琴音さんは秘伝のタレの作り方、教えてらっしゃるんでしょう？追い詰められた顔になると目に気づかず、脳天気な夫が言った。そりゃいいな。
おい、母さんのスペアリブのタレの作り方、悪いけどイッチに教えてやってくれないか？けれど、夫の言葉を聞くなり、琴音は大爆笑した。あひゃひゃひゃ、ウケる。秘伝、我が家秘伝のスペアリブのタレね。確かにメーカーはレシピを公開していないから、秘伝っちゃ秘伝よね。どうしよう、ねえイッチさん、メーカーさんのフリーダイヤルに電話すれば、レシピ教えてくれると思う？何を言っているんだ、と夫の顔には書いてあったが、トメはうつむいて台所に逃げ込もうとした。だがそうはさせない。あら、どこに行くんですか、トメさん。冷蔵庫に入っている秘伝のタレを、まさか捨てようとしてるんじゃないでしょうね。と、笑いながら言うと、トメはよっとしたように立ち止まった。な、何を言い出すの？私はただちょっと片付け物を思い出して。イッチさん、違うって。タレは冷蔵庫じゃなくて流しの下だよ。めんつゆとか出汁の素とか、見られたくないのは、みんな流しの下に隠してるんだよね、お母さん。と、ニコニコしながら琴音が追撃する。実の娘に言われてしまい、琴音は何も言えず固まっていた。おい、何の話をしてるんだよ。と、一人流れについていけない夫がこぼすと、琴音は夫の顔を見つめ、笑いながら言った。ほんと、飲み込み悪いよね、お兄ちゃんって。お兄ちゃんがありがたがっているお母さんの、スペアリブのタレって、よくテレビで CM してる。あの有名メーカーのタレだよ。うひゃひゃひゃ、ああおかしい。ふく、200円で買えるスペアリブのタレを、秘密のレシピって、マジ、笑えるわ。琴音の言葉に、あんぐりと口を開ける夫。嘘だろ、信じられない。とつぶやく夫を、琴音は台所に引っ張っていき、流しの下にある調味料の数々を見せていった。お兄ちゃんのバカ舌じゃ、全然気づかなかったかもしれないけど、お母さんはずっと前から、なんとかのタレがないと、料理ができない人なの。煮物だって全部すき焼きのタレだからね。なのに、イッチさんのことをウユニコと書いて、料理ベタとか、何様って感じよ。さ、わかったらイッチさんに今までのこと謝って。でも夫は流しの下にある調味料と、テーブルの上のスペアリブを見比べていて、言葉が出ないようだった。だから私から冷たく言ってやった。いいのよ、これがあなたの実家の味なんでしょう。スペアリブの秘伝の味付けってトメさんじゃなく、プロが作ったんだから美味しいに決まってるよね。あなたは味を舌で覚えろってしつこかったけど、覚えなくてもこのタレさえ使えば楽勝よ。あなたさえ良ければ、明日から毎日でも作ってあげる。体に悪そうだけどね。夫は見る間に泣きべそをかき、大きな体を縮めて謝ってきた。ごめん、俺自分で料理もできないのに、母さんの言うこと信じて、一致をけなして。ほんと悪かったよ。もう二度と母さんの味を見習えとか、味が違うとか言わないから、どうか許してくれ。しょんぼりしている夫とは逆に、トメは開き直っていた。市販のタレだって、息子ちゃんは、一致さんのスペアリブより私の方が美味しいって、喜んで食べているのよ。私の方が一致さんより料理上手ってことでしょ。と、言い張ったのだが、琴音に。何言ってんのよ、コロッケだって、冷凍食品を買うお母さんが。一つ一つ手でこねてコロッケを作る、一致さんにかなうはずないでしょ。お兄ちゃんがお母さんのスペアリブを、喜んで食べてたのは味音痴だからよ。ほんと、親子揃ってバカ舌なんだから。と、バッサリやられ、悔しそうに口をつぐんでいた。ああ、コロッケって言ってたら、なんだか食べたくなってきちゃった。一致さん、今度遊びに行った時、お手製のカニクリームコロッケが食べたいなぁ。と、無邪気にねだってくる琴音に、私は笑顔でもちろんと答えたのだった。その後夫は、私の料理に、ケチをつけることはなくなった。スペアリブが食べたくなると、スーパーであの秘伝のタレ買ってきて、申し訳なさそうに作ってくれないかと言ってくる。琴音は相変わらず私のことを敵視しているが、タレ、というと赤くなって黙るので、以前より扱いやすくなった。私の味方になって、実家の秘密を教えてくれた、琴音には感謝してもしきれない。秘伝ってうるさいから、手作りだと思ってたら、まさか市販品とはね。バレたら恥ずかしいだけなのに、そんな嘘つくなんて琴音もバカだねー。いるよねー、お袋の味だからって、何でもありがたがる旦那って。一致は楽だよね、この琴音の味は、スーパーで買えちゃうんだから。今回は、レシピを教えようとしない琴音の理由を、琴音が教えてくれて、一緒に仕返しした話でした。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。
ちなみに、お袋の味で思い浮かべる料理の、1位は卵焼きだったそうです。